ご視聴ありがとうございます。この動画は、1980年代のパソコン事情、8ビット戦争、16ビット戦争を通して、パソコンの歴史を楽しむ動画です。前回からの続き。1986年から1990年までの主なパソコンを紹介します。1986年5月、NEC PC9801UV2 に発売。PC9801U2 の弱点だった。VRAM 容量の問題も解決。PC9801 シリーズでは初めて、サウンドボードを標準装備。1986年10月、シャープ、X68000 発表。1980年代後半のシャープが開発した名機種、かっこいいデザイン、高性能、鮮明なグラフィックが話題となり、パソコンユーザー、憧れのマシンとなった。1986年10月、NEC PC9801VX2 に発売、CPU を80286にパワーアップして発売。真打ち登場という感じで、王者の風格である名機種。1987年3月、NEC PC88VA 発表。シャープの X68000に衝撃を受け、NEC が対抗馬として開発したパソコン、高性能、高グラフィックなパソコンではあったが、それを活かすソフトが揃わず、販売は苦戦。圧勝していた NEC が、唯一、高性能、高グラフィックジャンルで、シャープの X68000 に惨敗した。パソコン市場という対局では、NEC が圧勝。局地戦である、高性能、高グラフィックジャンルでは、シャープに敗北した感じだね。一瞬のきらめき。1988年7月、NEC PC9801RA2 発売。NEC PC9801 シリーズの最高傑作機の一つ。デザインも一新され、丸みを帯びたかっこいいパソコン。この頃はバブル絶頂期。丸みを持ったデザインが大流行。車では、トヨタのセルシオや、日産のインフィニティなど、丸みを帯びたデザインが流行した時代。1989年、富士通 FM タウンズ、発表。これで、1980年代も終わり、16ビット戦争も終焉を迎えた。次回は、16ビットパソコン戦争の結果と1990年代の動向についてご案内します。